という気持ちで演じさせていただきました。すごく楽しかったです。ありがとうございました。松本ほのかコメント。久々の高校生役で最初はドキドキしていました。高橋さんとのお芝居が多かったのですが、すごくいい刺激をいただいたというか、初心に戻れるような感覚がある撮影でした。本当に楽しかったです。ありがとうございました。細田よしおふとしコメント。 1995年というまだ生まれてすらいないそんな時代、ある種少しファンタジックだったんですけど、撮影をしている中で、95年ってこういう感じだったんだろうな、というのが節々に感じられました。その当時のことをスタッフさんの中でも懐かしんでる方が結構いらっしゃって、高校生役ということも含め、全部ひっくるめてすごく青春を感じた1ヶ月を過ごさせていただきました。ありがとうございました。 犬飼やつひろコメント、95っていうドラマに出るのが小さい時からの夢で、ようやくその夢が叶ったこの数ヶ月間、とても楽しく過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。関口メンディーコメント、初の白城,城組ということで、僕もすごく勉強になりました。このドヨンという役が僕もすごく好きです。実は自分の人生のテーマが青春なので、この、 95という作品との出会いはすごく運命的だったなと思っております。ありがとうございました。テレビライフウェブ。